口大統領の単なる旅行。まあ、今日はってとりあえずもう一旦広島帰るんだけどね、まあ、まだ青春18切符は、ね、2回分残っとるっちゃ残っとるけど、ね、また今度考えてからねまた予想行くんだけど、とりあえず今日は広島へ帰ると、まずは風呂入ってねもう風呂入らんにゃ、朝起きたら風呂入ってね、もちろん夜も入るんだけどね、朝もお風呂入って、特にこの時寒いけね、風呂入って体ぬくめてから外出るやね、もちろんまあね風呂入った後ね外出るまでが暑いよね、これ体ぬくむとるのにコート着て出ちゃいけん、かといって手でも出るも大義しねのホテルは便利がいいね、チェックアウトもね、もうあえてカードキー投げとけばええ、もう、ね、いちいち、あこれ、フロントで物を言わんでもええしね。あネット決済だけで、銭も払おうとるしね、クレジットカードでね。うん、まだけまあ追加でなんか1000円や、ああもうあのまま帰れるような感じだけど、ね、誰にも会わんでもね、カード決済ぶん投げとけんだけほいでまあ朝早うからね、もうほんま眠たいよね、まあ、なんせねもう田舎の方行ったらね乗り継ぎがうまいこといかんけね、もうだけなるべく早めに出てからね、あんまひどいところになったらもう一回降りたら、はあ、2時間次の待たなきゃいけんとかね、乗り継ぎでね、この早いところ行ったらまた1分とかしかね、あれがないしね、乗り継ぎの時間がないところもあるしね、うん、まあ、はあ、とりあえずここはね減量中じゃけんね、とりあえずはねうまいこと減量できるかどうか知らんけども、まあ炭水化物のないようなね、これ、まあまあ、これが一番ね一番うまいっていうかね、食えるっていうかね、セブンとかねローソンとかにも似たようなサラダチキンみたいなのあるから、食えたもんじゃないよね、うん、これだけ言ってね、おうファミマのがね、うまいか言ったら、まあ、比べりゃ一番うまい言うだけの話で、減量じゃなかったら絶対食わんような白もんじゃけどね、うん、誰が食うんかね、ほんまようわかんけどね、他にも、まあ、減量しよるような人がおるんかもしれんねほんまね、正直言ってね、サラダチキン系はね、何がうまいかさっぱらからね、ほんま、うん、まあ、そこの話はどうでもいいんだけどね、今日はとりあえず長崎6時15分のシーサイドライナー、シーサイドライナーの R いう字書いてあるけど、あ、まあ、違うわ、
最初あれどうやって読むか思ってから、ね、松竹か思えた、松竹のもおかしいし、よう見たら松竹じゃないしね、竹松言って読むのもおかしい思うから、竹松絶対普通に。ドアが閉まります。ご注意ください。ガラガラよ。お客さんも貸し切り状態、本番。JR 九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は、引き継ぎ。伊佐早方面、快速、シーサイドライナーは、一部の日、竹松行きです。次は、北上行きます。長屋方面は、乗り換えです。Thank you for using this JR 九州 train. We will arrive at 新大船 station shortly.Please change your floor. The 西九州新幹線 line. Thank you. 見ての通りね、すごい快適な鈍行列車よ。まあ言うたらレッドウィングもそうかもしれんけどね。トイレは綺麗なしね。とりあえずここで降りて一発目の新大村なので、ここ新幹線の駅じゃなくて、ここであの何やるよ、新幹線の入場券ここでね買わにゃいけんけ。今日西九州新幹線の入場券を中心に集めながら、まあ、広島へ、ね、祈るいう感じよね。ここでまあここでね券売機があるけ、九州エリアが170円やね。あのうちの周りは150円だけど、 JR 北海道管内は200円とかね、あ値段が違うよね。まあ別に絵とか払わけ別にどうでもいいんだけど、置いたらねこのね入場券が1分お釣りをお取りください。これ相当にあるね在来線の切符と同じもんじゃってからね、ここでねもうねこういうこともあるんじゃな思ってね。まあね前から言うようにね、あの小さいのが在来線とか大きいのが新幹線とか関係ないけんね、わしが勝手に、ね、大きいサイズの分を新幹線と見立てというだけの話だけんね、そりゃねあの新幹線の駅であっても小さい入場券で入れるんじゃけんね。これじゃけんこれね大きさ統一したかったけんね、なんかねここだけ小さいサイズ言うたら、あちょっとね人格があるけね、せっかくだけ見ていこうか思って、
新幹線もいいよね。この鹿児島中央から函館北斗まで行ったら何歩ぐらいいるかね10万ぐらい飛んでいきそうな感じだけど、まあ、ここでね、まあ、タレントでね聞いてみようか思ったらね、もうやっぱりね統一、大きさ統一したかったけね。すいません、ちょっとね、あのつかぬことをお伺いするんですけどね、あの入場券ですね、このサイズしかないんですかね。あの普通の新幹線の大きいサイズってないんですかね。窓口で7時半まで売ってれば。あ、そうなんですか。はい、ああ入場券集めの旅行してましてね、大きいサイズで統一したいもんで。あ、そうですか。あ、じゃあちょっと待ってます、はい、すいません。いや、聞いてみるもんじゃわ。もうほんま心でね、心じゃない、ここで心がなえるところじゃったよ。心で言ってはった。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。いや、ほんま良かった良かった、もう聞くもんじゃな思ってよ、ほんま。なんかね、箱だけ小さいサイズでね、サイズが違う、違うとったらブサイクなコレクションになるしね。ただでさえ何の価値もないのにから。ドアを閉めます、ご注意ください。ただでさえね、ほんま単なる自己満足もね、しょうもないね。次は竹松に参ります。お客様に IC カード乗車券使用についてのご案内です。 IC カード乗車券のご利用ができる駅は竹松駅だけです。竹松駅より先の停車駅ではご利用できません。詳しくは駅係員または駅到着を運転士にお尋ねください。昨日ね、とかの話したから全然覚えとらんのだけど、昨日の部分でね、自分自身でもやっぱりね、将来ね、ちょっと価値が 出そうなね、プレミアがつけそうなコレクションやってみたいんだけどね、うん、ここで美味しいもないあのサラダチキン食いながら、うん、朝早出とるしね、飯食う暇もないしね、これだけまあこんなしょうもないもん集めてもらってからね、お金かけてから他のことしようってええんかいないと思うよね。もうずっとなんかね、まあ言うてもね、あのやっぱりね、自分ができることはやっぱり人でもできるじゃろうけね、人がやらんようなことをせんにはいけんのだけどね、誰でもできるけね、他のことはやろう思ったね。なかなか勝っちゃってんよね、あんな入場券なんか集めたところで。在来線の4000何駅はね、普通の人間じゃそう簡単に集まらんね、コンクリートは難しいじゃろうけどね、うん、この歌なんかね、他の電車でもジンチョンジンチョンジンチョン言ってから九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく
佐世保ね特に用事はなかったので混んでもよかったんですけど、せっかく来たんだけど、さすがはやっぱり有名なところだけね、わしみたいなアホでも知っとるようなところだけ、まあせっかくだけちょっと寄ってみようかいうような感じでね、うん、まあ、今からね武雄温泉の方へ行くんだけどね、もうまあすぐそっち行ってもいいかあったんだけど、まあせっかくだけちょっと来ちゃろうかいうような感じよね。なんでまあね、小さいサイズの入場券の記念にね持っていんじゃろうか思ってからね、うん、ここでまた時間がね、乗り継ぎの時間がね、あの、まあ、ゆっくりもそれんしね、6分ぐらいしかなかったけどね、まあ、ちょっと外の方出てからね、うん、チラッとだけね、チラッとだけ、まあ、見ようかいうようなことやね、うん、それで今から武雄温泉の方向か、8時51分突然広げる、まあね、そのね入場券がね岡山までしか思ってないんでね、まあいつか見せたじゃろうけど、ほんでいつもの岡山から先の分も集めにはけんけん、まあ広島行ったらまたねそっち系のあれも計画してからね、走れたらこれいかに新幹線じゃ言うてもいかに新幹線じゃ言うてもからしんどいわ、まあぼっつりぼっつり集めるしかないね、わしみたいな素人はね、あ、これでね武雄温泉ね、駅へ近づくと運転席からチンチャンチンチャンチンチャン来て、
それでまあここでね、入場券をゲットして、何の音かやな、掃除機の音かやな、うるさいな。ご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。今回はお受け取りください。170円でね、50円玉が欲しいけ、220円入れたら50円玉の釣りが出るじゃん。ここからみんな10円玉で返してきやがって、このクソバカ誰が。おいで、今からね、新幹線乗ってからね、隣のね、嬉野温泉も行こう思ってからね、うん、これなんで嬉野温泉で新幹線で行くか言ったらね、あの嬉野温泉在来線通ったらけね、これだけもうしょうがないけ、新幹線で行こうかよ、ね、バスとかもあるんだろうけどね、めんどくさいけね。リレーカモメのやつないとね、新幹線ここまでしかおらんけ、まあね、これがね、博多まで行くのはね、いつのことになるやら分からんけどね、今なんか打ち上げかなんか勝負らしいよ。リレーカモメ言うたら、ね、うん、まあ、年末じゃけんか知らんけどね、結構お客さんおったね。いやー、これやっぱりできたてほやほやの綺麗な新幹線ちゃったね。あ、これはええわ。まあ、言うても西九州新幹線駅で5つぐらいしかないんだよね。終点長崎まですぐや、うん、これで隣の嬉野温泉まで行ってね、こうやって。お待たせいたしました、まもなく発車いたします。次は嬉野温泉です。嬉野温泉行ったらまた新幹線で滝温泉帰ってくるんだけど、話なんだけどね、うん、まあ金のかかるコレクションじゃわ。まあ、またね、ここらね、もう嬉野温泉の周りもね、田舎じゃしね、うん、今から、まあ、今からいろんなものができるんかね、栄えるんかよく分からんけどね、そしたら、うん、えらい電車、何をしようか。ああ、まだ10時になってないけども。で、今から嬉野温泉に行って、入場券取って、ね、ここからまたね、田舎じゃけ本数が少ないよね、通過する新幹線いっぱいおるんじゃけどね、あのどういったらいいかな、ね、山陽新幹線でいや小玉みたいな感じよね、こりゃ嬉野温泉の駅が小玉が止まるような駅だからね、通過する新幹線の方が多い。まあ、こうやってみんなスマホやらで写真撮るわよね、そりゃ。うん。えらい点、はよ天才や、これもう10時になったからね。発車しますよってアナウンスがあってからえらい長い。うん、まあ、別にええっちゃええんだけど。たった7分か。たった7分で着くけね。ああ。
長崎までの終点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 長崎もうちょっと何分待つんじゃったか、1時間以上待たなきゃいけんかったよ。それ言ったら、まあ、新岩国の方もそうじゃけどね。あ、これも新岩国じゃ、新尾道じゃ、こだましかとかなしね。在来線もおらんし。そうね、これ重力量ないもんね、短いもんね。この11時8分のに乗って帰るんだけど、ね、もう1時間待ちよね。はキャーヘンのじゃけ長崎の方行ってもしゃあないし、あれ乗ってね、また嬉野温泉戻る。あ、これ表示博多行きになってるけどね、これもじゃけね、新幹線はね、武雄温泉までしか行かんけ。この新私最初知らんかったけどね、これえカモメで博多まで行けるんがあるんかいの思ってからね、おかしいの思ってからね、武雄温泉までしか行かんのだけど、JR としてはね、武雄温泉から先はもうリレーかもめいうので、リレーかもめでつなぐいうことでね、もう一つの列車とみなして博多まで行きますよというような、もう扱いがそんなになっとるよね。ほいでここで入場券買うんじゃがね。ありがとうございます、切符をお取りください。あ、悪い予感がだっけね。まあちょっとまあここ寄ってみちゃろうかいうことで、まあさっきと似たような会話じゃけもうカットするけどね、客もおるしね。結局ね、まあ、大きいサイズのね入場券に変えてもろうてから、ここからまたね、なんかテントでお茶みたいなお茶っぱ売っとったけどね、どういう関係があるかさっぱり分からんけどね。
何にもあれないないよね。ほらあこ今ちょっとあのちらっと映ったあの青いやつ、あのなんかホテルかなんかこさえよるんだよね。ホテルこさえてから、まあここからもね、えっと空き地があってからね、まあ、将来的にはなんかいろんなものが建つんじゃろうけどね。うん、でここがにぎわうかどうかはちょっと見ものよね。今からどこの建物が建つのか、まあホテルとか温泉とかあんな感じな建つんじゃないかね。うん、1時間近くここでね、ポケットしとかなきゃね。これでまあ集めた入場券、まあ、一応ね、まあこうしてみるとね、着々と集まっていきよるよね。このカードホルダーね、あのプロ野球チップスのカードホルダー、あの当たったやつなんだけどね。前も言ったかいね。ほいたらね、今度はね、はあ、もう乗り継ぎ乗り継ぎね、ひたすらもう帰るだけよね。わあ、で途中朝を寄ってね、来るとき朝寄らんかったっけ、通過したっけ。列車とホームの間に隙間がございます。ご乗車の際はお足元にご注意ください。お子様連れのお客様は手をつないでご乗車ください。ご乗車いうことでね、あのとりあえずこのまあ3日目はね、こうやってねビール飲みながらね、あのね理想的な感じをねこの空やるようにね、まあ、5分後にまた滝温泉、でまああのとりあえずね一遍ここで切ってからね、もう意外とね動画ってこれ何個なるか、編集長って言ったらね、もうひたすら乗り継ぐだけじゃけんね、1日分がもう30分ぐらいでいけるじゃんと思ったんだけど、いざ編集しとったらなんかやっぱりなんもなるね、1日分がね。俺はあんまりね、抑えたらことしとなかったんですけど、なんもしてもしょうがないしね、あまり長いとアップしたけだってね、疲れるだけじゃけね、見る方もね。ほんでいっぺんね、まあ大体明日から30分程度でまあ切ろうかいうような感じでね、この時は、この3日目ね、とりあえず、まあ、30分ということで、これね、もうこうだね、満員電車とかこうやってシーズンとかやったらね、もう子供の泣き声があっちこっちで聞こえるよね。もう鬱陶しいわ。静かにさせちゃえんのね、みんな迷惑しとるのにから。なんとも思わんないね、親もバカじゃけん。なんかあやしとかすべえなんぼしゃんせんね。はい、いうことで、3日目の後半戦はまた来週ということで、それまでお楽しみに。この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。